はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュア紹介していきます。今回ご紹介するのはこちら。はい、ドラゴンボールアドバージモーション2っていうことでね、これのセットを買いました。はい、ヨドバシで税込み3,850円。はい、こちらをね、買いました。こちらはね、アドバージモーション1の方はね、もう買ったんで、なので、一応シリーズものとして、2もね、出たんで買いました。今回はギニュー特選隊がね、勢ぞろいということでね、いや楽しみ。で、ゴジータにブロリー。はい。こちらの、対決セット。はい、こちらもありますね。はい。で、箱の中身です。どういうふうに、なるほど、こういうふうに入ってるんですね。1個の枠は、なんか、段ボールの切れ端みたいなのが入ってますね。なるほど、こういう入り方ですね。ではね、早速ね、まあ一体一体ね、こういう感じで入ってるんでね、開封して、見ていきたいと思います。はい、開封し終わりました。ではね、早速見ていきましょう。まずはね、グルドから。はい、こちら。いやー、ちっちゃいのによくできてますね、これ。アドバージモーション。ちっちゃいのにね、よくできてます。ちゃんと塗り分けられてるしね。塗装のはみ出しとかもね、ほとんどないですね。いやー、いいですね。はい。で、グルドには、カエル。カエルがつきますね。劇中でね、大活躍のカエル。これとこれがセットです。はい。よ。はい。ではね、続きまして、ジースいきましょう。はい、こちら。じゃん。はい。いや、チーズできいね、これね。ほんとちっちゃいのによく細かいところまで作られてますね。このスカウターのクリアパーツもね、絶妙ですね。うわ、めっちゃもう、アイプリントとかもすごいよくね、できてます。続きましては、リクーム行きましょう。はい、こちら。はい、リクーム。いや、これもすごいね。他のね、個体と比べるとやっぱ大きいですね。ボリューム感あります。スカウターは緑。顔の表現もね、すごいよくできてますね。叫び顔も。いや、細かいところまでよう作り込まれてますね。いや、いい。はい。リクーム。続きまして、バータ。はい、こちら。いや、バータもすごいね。一番高い、背が高いからボリューム感もあります。はい。これはね、前の HG みたいな台座になってますけれども、これはちゃんと自立しそうですね。
いいね。素晴らしい。はい、はい、続いてはね、隊長のギニュー、はい、こちら。いや、いいね。もう、ほんと、これはね、すっごいよくできてますね。ほんと、このシリーズはね、外れないですね。似てるよ。いやー、いい。はい、これでギニュー特選隊。いやー、素晴らしい。じゃあ、続いてね、劇場版から、ゴジータスーパーサイヤ人ブルー、はい、こちら。いっちゃいくぜ。はい、こちらはもうね、まあいつもながらの、スーパーサイヤ人ブルーのゴジータですけれども、まあポージングがあるんでね、普通のアドバージュと違って躍動感ありますね。で、やっぱね、デフォルメしてあるんで、ちょっと可愛い顔になってますが、よくできてます。いいね。ではね、続いて最後、ブロリー、はい、こちら。ブロリーは相変わらずボリューミーだね。でかい。この躍動感すごいね。うわ、すげえ躍動感ありますね。うわ、よくできてるわー、これ。かっこいい。はい、でブロリー、はい、といった感じでね、今回は、ドラゴンボールからアドバージモーション、2、こちらのセットをね、購入して開封させていただきました。この後はね、もちろんこの回転大座で回転させながらお別れしたいと思います。こんな感じでね、他のフィギュアも、どんどん紹介していきたいと思います。ちなみにね、今日は、まあ、昨日からね、一番くじ始まってるんですよね。ラストワンのね、大猿フィギュア、あれ欲しいんだけどね、ドラゴンボール GT の。でもね、なかなかいい感じで残ってないですね。まあ完璧に全部引っこ抜かれてるか、全然引かれてないか、どっちかですね、自分の周囲の店舗は。はい、あれはもうローソン限定なんですかね。なんかうちの近所調べたらローソンしか開催してなかったですね。はい、ということでね、まあそちらの方もね、まあメルカリとか、まあオークションとかでね、手に入れようかなとは考えてます。まあ引ける状態だったらね、引きますけれども、まあどちらにせよ、手に入り次第紹介していきたいと思います。ということでね、今回はこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。